ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。おや霊夢、えらく大きなリュックを持ってるんだな。うん、そうなの。バックパッカーになろうと思って。ほう、形から入るってやつか。で、どこに行くんだ？それはまだ考え中よ。初心者だからまず国内かな。経験者のインスタとか動画を見てるとこ。それならヤジさんと北さんの旅の話を知ってるか？聞いたことある名前ね。江戸時代の人だったかしら？実在の人じゃないぜ。200年前の大ベストセラーで滑稽本という面白小説の主人公なんだ。作者の実編者一句は作家収入だけで生活できるほど売れたというぜ。羨ましい。憧れだわ。どうしてそんなに売れたの？江戸時代になって変わったことが3つあるんだ。一つ目は木版印刷。手書きで写すのではなくて板に文字や絵を彫ってたくさん印刷したんだ。二つ目は庶民も寺子屋で勉強して文字の読み書きできる人が増えていったこと。三つ目は貸本屋だ。安く本を貸す商売が生まれて気軽に本を楽しめるようになったぜ。サブスクになる前は映画も音楽もツタヤレンタルしてたわ。それに旅行ブームだ。江戸時代には参勤交代で交通インフラが整備され、江戸中期には庶民の間にもお伊勢参りなどに行く人が増えて、全国各地の観光案内、温泉ランキングやガイドブックの出版もブームを煽ったんだぜ。温泉かぁ。秘境の露天風呂巡りも行ってみたい。ヤジキタの二人が旅をする東海道中膝栗毛では名所や名物だけでなく、旅先での風物に人との出会いで、次々起きるハプニングを、ほとんど全部が会話の文章で、方言も交えて生き生きと書いているんだぜ。ライブ感あるがやん。よかろうもん。知らんけど、方言の地域がバラバラだぜ。読者は水曜どうでしょうとか充電させてもらえませんかのように、ヤジキタの二人と一緒に旅をしているような気分になったんだと思うぜ。旅行動画を見ていて行ったことがある場所が出てきたら妙に嬉しいわよ。自分の旅行中の写真を見直したりしちゃうわ。実編者一句は物語を作るだけでなくて、挿絵も、レイアウトも全部やってたそうだ。印刷屋から係の人が来て机の横で原稿ができるのを待っていたというんだぜ。読者が新作を待つほど売れるって半端ないわね。ヤジキタは江戸から伊勢、京都、大阪に着くと、続編の旅を続けたんだ。同時代の毒舌作家が似た内容の本ばかりとけなしても、トータル21年もの間、安定のメガヒットになったんだぜ。江戸時代の旅行のハプニングってどういうことがあったのかしら？よし、東海道中膝栗毛を紹介するぜ。旅番組やコメディみたいな場面もあるんだぜ。面白そうね。それではゆっくりしていってね。江戸時代の庶民、ヤジさん北さんのドタバタ二人旅。実編者一句東海道中膝栗毛のぶっ飛びエピソードとは？ 1. ヤジキタが旅に出たきっかけは？はちゃめちゃなエピソード0、江戸館だ。ヤジさんことヤジロベイは静岡の府中出身の50歳、北さんこと北八は元旅役者の30歳で、二人は、分け合って大阪から江戸に来た、って子供向けにした本なんかにはあるぜ。分け合って？子供には教育上のモザイクがかかるのね。そうだ。原点ではヤジさんは金持ちの商人の家に生まれた若旦那なのに、旅役者の影間、つまりファンの要求に応じて体の相手もする青年の北さんと、遊ぶお金を使いすぎ借金が膨らんだために、二人で夜逃げして江戸に来ているんだ。ほう、同性カップルなの？春ターン。いやいや、二人のプロフィールや旅立ちのきっかけが明かされた、東海道中膝栗毛の始まりというタイトルの本は、本編が大人気で続編シリーズを出版する時期に出たエピソード0なんだ。Hulu で配信します的なやつ。知りたい人はもう一冊買ってもらおうというわけね。すでに出回っていた本編にも始まりにも同性カップルらしい話はなくて、二人ともひたすら女好きで失敗する事件ばかりだから、後付けのキャラ設定のようだぜ。女好きなの？始まりでも北さんが勤め先で15両もの使い込みをしたと相談を受けたヤジさんは、15両の持参金付きの若い女と結婚してお金を手に入れようとするんだ。10年連れ添った妻をうまいこと言って騙し、身を引くように仕向けるんだぜ。何それ、最低。妻は出て行き、女は来たが持参金は届かない。その女は勤め先で北さんに口説かれて妊娠し、親元に戻されていたんだ。まあ、大変。店の主人の体調が悪く先は長くなさそうだと見た北さんは、おかみさんに取り入って後釜に座るつもりでいたぜ。わわわ、抜け目ないわね。勤め先で同僚を妊娠させたとなれば首だから取り繕うために、15両の持参金を作って、女をどこかに嫁がせようと考えたんだ。北さんはヤジさんにも嘘をついてたのかしら？そうなんだ。産気づいた女が北さんの顔を見て喜んで全部ベラベラ喋ったから、北さんとヤジさんは喧嘩になり、間に入った男まで巻き込んで大騒ぎで夜が明けたぜ。
産気づいていた彼女は一晩苦しんでいたが、最初の妻に嘘をついて追い出した手前、近所の女手にヘルプを出せず、放置された末に気がつくと冷たくなっていたんだ。ひどい。騒ぎに気づいた近所の人も集まり、医者も呼んだが手遅れだった。勤め先の主人も亡くなったが、北さんは日頃の行いが悪いせいでクビになるんだ。彼女の父親も、長屋の大家さんもやってきてまた大騒ぎだ。やじきた二人とも自分が蒔いた種で井戸の生活を何もかもなくしたのね。シリアスに描けば詐欺に保護責任者遺棄致死に必要で、かなり深刻な展開なんだが、運が悪いせいだと身の回りのものを売り払って井戸の神田からお伊勢参りに出発するという、ひたすらふざけてボケ倒すコントになっているんだぜ。読者もそんなアホなと突っ込みながら笑ったのかしら。に、知ったかぶりで大失敗。小田原。霊夢はゴエモン風呂って知ってるか？ゲームで頑張ってたゴエモンなら見たことあるわ。懐かしい。でもゴエモン風呂はゲームとは関係なくて、江戸時代に関西で流行ってたんだぜ。鉄釜の上に木桶をつけ、下から焚き火で湯を沸かす一人用の風呂で、底板を踏み沈めて湯に浸かるものなんだ。江戸では家が建て込んでいたから火事を恐れて、風呂といえば広い銭湯だったんだぜ。ゴエモン風呂の入り方は聞かないとわからないでしょうね。そうだぜ。ヤジさんは神奈川県の小田原で泊まった宿のゴエモン風呂で、底板を蓋だと思って外して足を入れ、やけどしそうになってびっくりするんだ。あちゃ、ヤジさんはどうしたものかとあたりを見回し、トイレの下駄を履いて湯に浸かったんだぜ。やだー、汚いわよ。後から北さんが同じように困って、ヤジさんに入り方を聞いたのに、面白がって下駄も隠して、そのうち慣れるとか言って教えないんだぜ。いじってるの？北さんもいじられるのは慣れっこで、ヤジさんが隠した下駄を見つけて湯船に浸かったぜ。足は熱くなかったが、お尻が熱くなった北さんが立ったり座ったりごそごそするうち、下駄でかまそこをガタガタやって、ついに踏み抜いて尻餅をつき、湯は流れ出てしまったぜ。北さんって本当にトラブルメーカーね。子供向けの絵本ではここで終わっているが、この騒動の間にヤジさんは宿の女中をナンパして注文してお小遣いを渡しているんだ。女中の仕事が終わったら夜に部屋に来ると約束できたのを自慢して、風呂の大失敗で落ち込む北さんに俺だけモテちまって悪いねえなんて調子こくんだぜ。おーっと、大人向けの展開ね。ヤジさんがトイレに行った隙に、北さんはその女中にヤジさんの悪口を吹き込むんだ。ヤジさんは病気持ちで脇が出口も臭くてしつこいと、声を潜めてもっともらしく嘘をついたんだぜ。無理無理無理。そんな男は無理。待っても待っても女中が来ないので、おかみさんに聞くともう帰ったとのこと。あ、じゃあいいですー、とヤジさんは振られたことに気づいて布団に突っ伏したから、北さんは、大笑いしたんだぜ。やられたらやり返すね。3、旅は道連れとはいうものの？三島。静岡県の三島あたりでは話しかけてきた十吉という男にヤジさんが得意の大ボケをかますと、うまく乗ってボケ返してきたから、アホな話でワイワイ盛り上がって仲良くなるんだぜ。途中で子供が捕まえていたすっぽんを宿で料理してもらうつもりで買ったんだ。楽しそうね。旅の仲間が増えて、いい気分で宿に着くと、二人はベッドインもするコンパニオンを呼ぶんだぜ。コンパニオンのお姉ちゃんの基礎なまりも旅の味わいでお酒も進み、宴会も盛り上がるんだ。十吉は早めに隣の部屋で寝てしまい、やじきた二人はそれぞれの相手と布団にはいるぜ。早速大人向けなのね。原文でも布団の中のことはいろいろありてとモザイクがかかってるぜ。さて、酒と女で二人がすっかり忘れてるものがある。すっぽんね。正解だぜ。夜が更けて、明かりも消えて真っ暗になった頃、藁に包んであったすっぽんが這い出してゴソゴソし始めたぜ。ゴソゴソいうのは何だろうと十吉が目を覚ました。布団に入ってきた何かに驚いた北さんが誰だ誰だと起き上がると、反応してすっぽんは北さんの胸に這い上がる。真っ暗な中ではドッキリグランプリだわ。北さんはキャーと叫んですっぽんを掴んで投げたところが、ヤジさんの顔の上に落ちた。ヤジさんもうわっと言ってすっぽんを掴むと、すっぽんがヤジさんの指に食いついたんだ。お見事。ハプニング映像ならかなりの再生回数になりそう。引っ張っても叩いても食いついて離れないすっぽんは基礎のお姉ちゃんのアドバイス通り、指を水につけるとすぐに離して泳ぎ始めたぜ。えらい目にあったと言いつつ、夜明けまでは時間があったから二人はすぐに寝直したんだぜ。十吉は？怪しい。よく気がついたな。朝になって二人が目を覚ますと十吉は消えていたんだ。しかもヤジさんが自分の布団の下に入れていた財布の中身が石ころに変わっていたんだぜ。すっぽん騒ぎで部屋を出た時にやられたのかも。ヤジさんは宿の主人に八つ当たりするが、十吉を誘ったのもすっぽんを買ったのもヤジさんだ。
十吉は金を盗んだだけでなく、宿代も払わずにこっそりいなくなっていたんだぜ。十吉みたいな詐欺師が旅人につけ込むことは多かったのかしら？そうなんだ。ゴマの灰と呼ばれていたぜ。名物のうなぎは買えず、匂いだけで我慢したんだぜ。生まれ故郷の静岡県府中で知り合いにお金を借りて旅を続ける二人だが、やじきたは静岡県藤枝でもトラブルから知り合った老人にお詫びにおごると言われて、調子に乗って飲み食いしたら、老人はトイレに立ったままいなくなってたんだぜ。同じ静岡県内で懲りないわねー。おごってもらえると贅沢したら結局は自腹になったんだぜ。川を渡るのも橋がないから一苦労で、おんぶして渡ってくれる業者に騙されるし、船では蛇騒動や、船から川へおしっこする道具の使い方を間違えた騒ぎもあったぜ。4. 旅に出たならご当地グルメ。十吉に旅費を盗まれた時は北さんが参勤交代の団体の配膳に紛れ込んで食費を浮かし、ついでにご飯をハンカチに包んでこっそりテイクアウトしてヤジさんにあげたりもしてるぜ。ちゃっかりしてるわ。でも、基本は行った先の名物を食べているんだ。最初に川崎で万年屋の奈良茶飯をさっと平らげてグルメ旅の始まりだぜ。各地の酒はもちろんだが、上等のかまぼこに車エビ、甘酒、アワビにサザエのつぼ焼き、風俗の店でプレゼントされた安倍川餅も食べてるぜ。つきたてのお餅で作った安倍川、大好き。マルコでは店の夫婦が喧嘩して名物のとろろ汁入りのすり鉢をぶちまけ、止めに来た近所のおばさんまでぬるぬるになって転んで大騒ぎだ。まるでぬるぬる相撲ね。岡崎では鮎を、名古屋名物きしめんの元になった平打ちうどんをうまいうまいと食べ、桑名では焼きハマグリを食べながらふざけて言い争ってたら、ヤジさんの懐に一個、コロリと入っちゃって、ひゃ、梅雨も貝殻も焼けて熱いわよ。襟から手を入れて取ろうとしたら腹から桃引きの中に落ちたから、北さんが取ろうとしてハマグリだけじゃなくヤジさんのピータマも一緒に掴んでしまったんだ。ファイト、一発。四日市では四国のコンピラ参りへ向かう男とヤジさんが、成り行きで饅頭の大食い勝負になって、一度負けたのに悔しくて、取り返そうと勝負を追加してもっと負けて大損するんだぜ。本当についてないのね。コンピラ参りの男は実はマジシャンで饅頭は食べたふりして隠していたんだ。なるほど、場面ごとにドタバタして毎回オチがつくってわけね。5. 事故物件になりすまし。伊勢、京都、大阪。心霊ネタもあるんだぜ。浜松で泊まった宿で美しいけど顔色の悪い女を見かけたヤジさんに、マッサージ師があれは宿の亭主の女で、奉公人に亭主が手をつけたんだ。三角関係を苦にした女房が首を吊り、幽霊になって取り付いたから、生き残ったあの女もノイローゼになってお経を毎晩読んでいると言うんだ。説明するうちにお経も聞こえてきたから二人は震え上がるんだぜ。やだー、事故物件じゃないの。で、出たの？二人とも眠れなくなっておしっこもしたくなったのにトイレに行くのが怖くなったんだぜ。仕方がないから、部屋から外へおしっこしちゃえとビクビクしながら窓を開けた、その時、白いものが庭の隅にふわーと見えたから、北さんもヤジさんもキャーと叫んで倒れたぜ。騒ぎを聞きつけた宿の人が来て、庭を見て、あれは取り込み忘れた洗濯物です。ちゃん、三重県の津あたりでヤジさんと北さんがいつもの通りにふざけた会話をしていると、そのやりとりが面白いと話しかけてきた男にヤジさんは自分は実編者一句だと言うんだぜ。主人公が作者になりすましちゃったのね。人気作家のふりをしてもてなしを受けていて、だんだんボロが出てきたところに、男の知り合いから今から江戸から来た実編者一句を連れていくという手紙が届くんだ。持ち物にもヤジロベイと書いてあるのが見つかってすっかりバレて逃げ出すんだぜ。ご本人登場。一緒に歌えばよかったのに。モノマネ番組かよ。ヤジさんは伊勢では風俗店で積極的な女の子に着物を脱がされながら、自分の汚すぎる下着を隠そうとささっと窓の外へ捨てるんだ。翌朝、庭の松の枝に匂いふんどしがひらひらしているのをみんなに見つかって恥をかくんだぜ。あるある。荷物を減らしたくてわざと古いパンツを履いて旅行して、捨てたのにホテルからお忘れ物ですって連絡が来たことあるわ。めっちゃ恥ずい。それは、ゴミだとわかるようにしておかなかった霊夢のミスだぜ。無事にお伊勢参りをしたヤジさん北さんは京都、大阪へ足を伸ばすんだぜ。京都では奉公時の大仏見物をしたぜ。奈良じゃなくて、京都に大仏があったの？奈良の大仏より大きいのを豊臣秀吉が建てたんだぜ。東海道中膝栗毛が出版される数年前に雷による火事で亡くなっていたそうだぜ。京都の読者にも思い出の大仏ってわけね。大阪では逆陽のあたりくじを拾ってあげあげで合流しまくった後に、
賞金をもらいに行って、組違いの外れくじだと分かってヨレヨレになるんだ。宝くじのスタイルにも江戸と大阪の違いがあったのかもね。関西では遊郭でも値段交渉をすると聞いてチャレンジしてるし、まさに県民賞みたいにその土地の特徴をネタにしたストーリーになっているんだぜ。二人がありえないほどポジティブなことに感心した大阪の宿の主人がスポンサーになって、ヤジキタは旅を続けるんだぜ。それ、美味しいわねー。マリサ、二人で旅に出て漫遊動画を配信しない？おや？一人で気ままなバックパッカーをしようと思ってたんじゃないのか？でも、二人でなんだかんだ言いながらの旅も面白そうだからさー。そうか、まあ、考えておくぜ。視聴者の皆さんはどんな旅番組や旅動画が好き？参考にコメント欄で教えてね。高評価をポチッと、それにチャンネル登録してくれたら本当に嬉しいぜ。ラインアット限定の動画も配信しているのでよかったら動画の説明欄より登録してみてね。それじゃあ、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。